はいどうも、妖怪チップニプに今回もやっていきます。3月かともか金攻略、最終日に、ね、なりましたね。一応結果はね、この次のイベント予告を見た後にちょっと結果だけね、軽くダイジェスト版でお送りしたいと思ってます。一応ね2番目のアカウント3番目のアカウントもやりましたんでね、無課金でね。はい、で一応新年新イベントは最強の妖魔人たちって書いてあるんで、妖魔人イベントみたいですね。ヌラリかな、これヌラリがいて、洞穴、そしてミッチーだね。でフクロウがいて、シャドウサイドだね。それで四天王寺がいて、でこれがもうあれ闇剣王って出てるよね、ツイッターの方にね。しかも勇ましらしいね。うん、洞穴もいるので、勇まし豪傑薄ら影、ヌラリムとミッチー薄ら影だよね。フクロウも薄ら影か。でこれケイスケかな、息子のケイスケっぽい。そんで羽があるからなんとなく空転っぽいけど、どうなんだろうね。この羽空転っぽいよね。そんでフュージョンウォッチ着てて、で空転って着てるからこれ朱夏なのかな。なんかこれ夏目じゃないかな。夏目は朱夏で、まあこっちは空転なんじゃないかなっていう、そんな感じはするけどね。実際なんかサリちゃんのパパみたいな髪型になってるんで、どうなんだろうなって感じですけど、まあ空転に近いの、空転そっくりだもんね。将棋空転とか見てると、うーん、 ZZ もやっと2枚目になりましたね。あ、まだ1枚目か。そう、空転みたいな、うん、この羽空転みたいな感じだから、まあ空転なのかなと。で朱夏さん、朱夏さんの服どんな感じだっけ。前これふみちゃんだもんな。ふみちゃんじゃない方の夏目、夏目はもうか、もうつくよみがいるんだな。だけどやっぱりふみちゃんか夏目で、やっぱ朱夏だろうな。うん、朱夏だとしたらやっぱり夏目かな。うん、まあそんな感じで次のイベントは妖魔人イベントになっているようなんで、はい、何ですかね。普通にマップで横取りかな。新春だしね、朱夏がいるな。将棋朱夏がいるけど、うん、まあなんか着てる服も考えるとやっぱり朱夏な感じがしますかね。髪の毛は逆立ってないけどね。はい、まあ鬼っぽい髪になってるのかな。はい、まあそんな感じで次のイベントは妖魔人シャドウサイドということで、新しいねウォッチも登場するみたいなんで、今度はポカポカなのか勇ましなのか、あ、勇ましイベントだから勇ましウォッチになるのかな。勇まし 20% とかね、そんぐらいになるといいなって感じがしますね。ちょっとこの夏目なの、夏目だと夏目朱夏だと思うけど、はい、こいつだけちょっと夏目朱夏だろうな。はい、赤っぽいしな。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。次のイベント頑張りましょう。それで一応ね、この後一応2番目と3番目のアカウントの無課金攻略やったんで、一応ダイジェストでねお送りしますんで、よろしかったらね見ていただければと思います。はい、本当にね1年ご視聴いただきありがとうございました。来年もねできる限り楽しんでやりたいと思います。はい、すいません、それではまたお会いしましょう。さようなら。はい、来ましたね、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。今回ね、サーカー使った無課金攻略やってまして、サブアカたちね、こいつを無課金攻略、まあ、どこまで乗せれるか分かんないですけど、8、9のね、すごろくじゃねえ、なんだっけ、ごめん、おはじきと、13号機ね、こちらのゲットをそれぞれね、やっていきたいと思います。まあ、ちょっと火力は1回だけお見せして、まあ、あとはね、ちょっとダイジェストみたいな感じでお送りしたいと思います。あ、元気ドリンクの数話すの忘れた。最初の一発だけね、一応参加使った無課金攻略の一応最終バトルフォームということで、うん、ちょっと参加のフルパワーをお見せしたいと思います。一応ね、特攻が参加シンジ君と、あとここのアカウントがカオルと、あとは、メイアカがアスカゲットしたね。で、サブアカの分は、3アカね、10までやって、全部お見せしないで、最初のこの火力だけお見せした後はね、あ、最悪。ちょっとね、これ失敗だね。まあでもいいや、失敗でも。まあ、ちょっとサブアカなんでね。技レベルは一応これ5かな。あ、これも失敗しちゃった、もったいない。
なんていうフグ。まあいいや、その分ワイポイントも保るとポジティブに。ああもったいないな。はい、そんな感じですね。ちょっと元気ドリンクを見せるの忘れたね。一応ね、シンジ君いるんで3赤いけると思います。で、元気ドリンクが1個ドロップして、23個ですね。はい、これで、この2番目のアカウントやります。じゃあちょっと次3番目のアカウントお見せします。はい、これ3番目のアカウントで62回の7回ですね。元気ドリンクね、ちょっと7はなんかフレンドさん倒してもらったんで使ってなくて、一応ね、シンジ君のね持ってるアカウントですね。ちょっと弱いんだよな。ただ27個あるんで、これもね、10まで倒して、うん、一応1回だけフルパワーね、これお見せして、あとはちょっとダイジェストで無課金攻略ね、結果みたいなダイジェスト版でお送りしたいと思います。さっきのひどかったな。で、2番目のアカウントね、7はね6個かな、元気ドリンク。ちょっと運が悪いな。3赤っていうか2赤でもう10万以上火力上がって、トリプルアタックね。シンジ君はレベルマックスかね。でメイン赤はアスカとシンジ君がいるんで、もっとねいい火力が見せていいと思います。で両アカウントね、どこまでいけるか分かんないですけど、10終わったら13号機ね、ゲットして、トリプル限度トリプル13号機ゲットの動画ができればなと思ってますね。火力は十分だな。じゃあメインいきます。はい、これメインアカウントで、これ10までね終わってます。で元気ドリンクも2個余ってて、さらにもう1個ね余ってます。多分ね50何個かドロップですね。ちょっとコメント欄に履歴載せたんで、よろしかったらね、参考ください。で、アスカとシンジ君、おかげさまで技レベルはマックスいきましたね。これはね20万いきましたね、火力が。多分最大では30万ぐらいいくと思うな。さあこれが来てほしかったね。これがアスカとシンジ君で来てたらとてつもないことになってたのにな。もったいないですね。まあそれでもいいかな。すごいね、シャウト。まあちょっとミッションは失敗しましたが、元気ドリンクなしでもね3赤無課金で30万削れるね。うん、これがザ3赤使った無課金攻略ですね。約30万ぐらいね削りましたね。25万かな。はい、じゃあちょっとあとはね、カットして主要なとこだけねお見せします。13号機まで間に合うかな。はい、そしたらね8終わりました。じゃあ次9いきましょう。23号から始めて、まあ最後刻んだりしたけど19個4個使いましたね。じゃあ次9いきます。来ましたんで、これ2番目のアカウントだね。
9やっちゃいたいと思います。一応ね元気ドリンクは19個ねあるんで9やっときます。はい、2番目のアカウントね、9を倒せました。最後はね刻みましたね。はい、じゃあ9終わったので、玄道さんねこれでゲットになります。で、まあやっぱ特攻2つあるからねかなり楽ちんだね。一応5個でいけました。17個からだったからね。はい、じゃあ10いきます。おー、ラッキー。はい、一応ね10来たんでね、さあ最後やっていきましょう。一応12個あるんですけど、あ、CM 来てた。あ、消しちゃった。間違えた。もったいない。消しちゃった。まあいいか。じゃあこれやっときます。はい。一応ね、10倒しました。13個からスタートして、まあ限度もね、入れてあげて、やりましたね。13個からスタートして、もうほぼこのアカウントだけでやって5個だね、8個を使ってクリアになりましたね。ということで、あ、これゲットしない方がよかったかな限界突破しないね。これ結構こいつもいいキャラなんだけどな。今回の13もそうだけど、うん。ということで10倒したんで、あとはねちょっと裏マップこれちょっとやっときます。まあいけるだろうね。はい、そしたらねようやく2番目のアカウントゲットしました。で、一応3番目のアカウントねこの後お見せしますが、3番目のアカウントはねどこまでいけたか、多分限度はね10までいけまして、10からねその先いけてるかをねチェック、よかったらしてみてください。ダイジェストでねお送りしてます。もしかしたらね最後13号機間に合ってないかもしれないですね。カオルの方はこれ技レベル上げてから交換しようかな。はい、で、あとはこれね、どっち使ったらいい、誰に使ったらいいんだろうな。今思えばこの辺本当は誰に使ったらいいんだろうなっていうのは正直あるんで、それぐらいかな。よいしょ、これでね溜まった状態スタートがいいから13号機だけど、強いのはねシンジ君だから、まあ今回シンジ君でいいかな。はい、まあもし行けたら行きたいと思います。よいしょ、うん、ちょっと自分がやろうとしてる間にフレンドさんが蜂を倒してくれちゃいましたね。ね、そしたら3番目のアカウントの方ね9やっちゃいましょう。で、一応ねフレンドさんのおかげで8は突破しちゃいまして、9をねやっちゃいます。まあも火力はもう前に見せたので27個でね90やりたいと思ってます。はい、9ね3番目のアカウント倒しました。結構ねお助けほとんどなしでやったので、他のアカウントもね5ずつのお助けしかやんなかったんで、27個から15個なんで12個使って13発で倒しましたね。でも余裕は結構あったんで、はい、これで3番目のアカウントまで限度いきましたと。いいね、じゃあこれで10もやっちゃいます。お、いいね、さあ来ましたね。じゃあこれもラストかな。
行っていきましょう。10ね、15個あるんですけど、今ね1個来たんで16個、これでやっときます。じゃあちょっとね結果だけ、ありがとうございました。これでねおはじき無課金、ちょっと3番目のアカウントはねだいぶたくさんのお助けしてもらってずるいんだよね。まあでもこれで10、あ前回このアカウント持ってなかったんだ、よかったね。で一応ね16個で始めたから10個でいけたね。じゃあこれも、これ3番目のアカウントでちょっと倒すのが面倒だったんでちょっと回してみたらね槍でした、残念。ということで3番目のアカウントね一応ね1回は倒したのよ、これねチップをゲットだけど、なんかね倒すのめんどくさくて、どれでやったかっていうと本当にひどいよ、嘘でしょっていう感じなんだけど、もう動画も撮れなかったんだけど、これだ、これで倒したのよ。ひどいでしょこのメンバー、サバーカってこんなもんだよ。そうこれで来航武士にゃんでプニ整理をして、そんでしばらくしかさ一体がいなくて、勇ましいね。そんで四天童子で何つうの、つながりやすくつなげて、そんでフィーバー行ってこの神事一発ズドンだったんだけど、なかなか難しいな。はい、という感じでした。一応合成最後して終わりにしましょうか。なんでちょっとゲットね最後できるか分かんないですけど、とりあえずおはじきは終わりましたんで、まあそれで勘弁してちょっていう感じですかね。最後シンジ君、シンジ君ってこれ無限に交換できるんだね。俺失敗しちゃったな、シンジ君技レベル結構上げちゃったんだよな。もうガシャ回そうと思ってなかったんで。はい、という感じで、なんかもったいないけどね。はい。